田原厚は、大分県国崎市秋町の病理学者。東国崎郡瀬戸田村の中島家の長男として、生まれ、幼くして、おじの中津範囲、田原春東の養子となる。1901年東京帝国大学院学部を卒業。1903年に、死費でドイツに留学し、マールブルク大学の病理学教室で、ルードビッヒアショフに指示した。田原はここで、 哺乳類の心臓筋肉について研究を行い、心臓刺激伝達系に重要な役目を持つを発見。1905年、後に田原結節や田原アショフ結節と呼ばれるようになる防湿結節を発見し、心臓の刺激伝導系の存在を明らかにした。1906年その研究結果を、哺乳動物の心臓における刺激伝導系統と、 題して発表した。この研究によって1914年帝国学シーン、恩賞を受賞する。これにより100年以上、研究者の間で論争となっていた、トーマス・ウイリスに始まる、心臓白動の神経原説とアルブレヒト・フォンハラーに、始まる、金言説の対立に、金言説の勝利という形で終わらせた。1906年に帰国し、 福岡医科大学病理学教室の助教授となり、1908年教授に就任。当時、同教室は田原と中山平次郎の2教授制であったが、後に中山が考古学へ転校したため、実質的な教室運営は田原によって行われた。1932年に別府市に開設された同大附属の温泉医療学研究所の初代所長となる。 1934年に定年退官。田原の研究の成果は、心電図による心臓病の診断、直視化心臓内手術での完全防止ブロックの防止、そして心臓ペースメーカーの普及等である。これらの発見は、今や毎年何万何十万という人の命を救っている。ドイツ在住時に論文を発表したため、エイジオトを避けて、田原と、 本人が表記したが、生誕地では、田原生が普通である。戸籍は、未発見。死亡届は、田原素直と記載されているが、尾が用いられた理由は不明。英語版、ウィキペディアの田原厚志 AB 大板券、歴史人物辞典。大部合同新聞社。ペースメーカーの父、田原厚志海底増補版。あずさ書院。官報第1317号、序人及び、 事例1931年5月23日、ありがとうございます。